です。はい、ロックシーパート2。前回は、ブルースのね、発達からエルビス・プレスリーの登場までをね、カバーしましたけども、今回はその、エルビスを筆頭にね、もうロックンロールが超ブームになって、で、そっからなぜか廃れてしまうんだけど、その後にビートルズが登場して盛り返すっていうね、まあ、そこまで、まあ、ビートルズ登場までをね、主にやっていけたらなと思います。以前ね、お話しした通り、エルビス・プレスリーっていうもう最初のロックスターが登場するわけですね。最初の超ド級のロックスターが登場しまして、それに続いて多くのアーティストがもうブームですから続くわけです。エルビスと同じように黒人の音楽をこの上っ面だけなぞったじゃなくて、ちゃんとこのね、もうハートを理解してこう歩み寄っていった人たち、真の意味でちゃんと音楽をね、パクリだけじゃなくて、まあイノベーティブなこともねやってた人たち、ちょっと名前挙げていきますと、まずエルビスですね。そしてジェリー・リー・ルイス、ピアニストですね。ジェリー・リー・ルイス。そしてカール・パーキンス。あとはバディ・ホリーとかもね出てきます。バディ・ホリーなんかはギター2本ベース・ドラムっていうスタイルのバンドでやってたんだけど、今のロックバンドの原型ですよね。そういう編成でライブをねしてレコーディングをしてっていう人で、非常に今のロックにも影響を与えてる人たち、まあ、他にも黒人の方々でもね、もういっぱいスター出てきます。チャックベリーもそうですね。チャックベリー、ボディドリーとはコースターズとかですよ。ドゥーワップのあのちょっとコーラスグループの感じもね流行りますね。クローバーズとかペングインズとか、そういうねドゥーワップもこうわって出てきて、まあ、言ったらロックの最初のね黄金期、第1回目の黄金期がここ50年代中盤から後半ぐらいにかけてこう盛り上がります。でなんですが、一気にねロックンロールちょっとね廃れていきます。58年頃ですね、ロックンロールが廃れてしまうんですけど、なぜそうなってしまったかというちょっとエピソードいくつか紹介したいと思います。大御所のアーティストが引退しちゃったっていうのが大きいんですけど、まず、リトル・リチャード57年の末にツアーでオーストラリアにねこう、行く途中、飛行機がねこう事故りそうになるんです。なんかエンジンから火が出てる、やばいなって、でリトル・リチャードオーストラリアに着いた瞬間に、まあ無事に陸を踏めたってなった時に、俺キリストの方行くわみたいになったわけですね。まあ牧師になったわけですね、リトル・リチャードさん。ロックンロールも当時悪魔の音楽だみたいに言われてて、でリトル・リチャードもう葛藤があったわけですよね。彼もともとゲイで非常にマイノリティの中でね育ってきた人で、表舞台立ってロックを引っ張ってた人もそういう葛藤があったんです。常に揺れてた人で、で牧師になるって宣言して突如引退してしまいます。そして58年トップスターエルビス・プレスリーが陸軍にね招集されて、まあ、軍隊に入っちゃうと、まあ、当時は徴兵制がねまだありますから、エルビス・プレスリーといえどももう無関係、運属して数年間出てこないと。戻ってきてからは映画とかそういう活動が割とね、増えてきて、昔ほどヒット曲も、出ないんですね。続きまして58年、ジェリー・リー・ルイス。ジェリー・リー・ルイスがまたロックンロールな人間で、奥さんがいたんだけど、奥さん13歳なんですよ。めちゃくちゃロリコンなんですよ、ジェリー・リー・ルイス。超ロリコンのジェリー・リー・ルイスも奥さん連れてでイギリスのツアーに行くわけですね。それでなんか、まあ、アメリカの、まあ、南部の出身だからその辺の地域だったら正直、まあ奥さん13歳なんだ、まあオッケーみたいな、そんぐらいのノリだったらしいんだけど、イギリスにその奥さん連れて行っちゃったもんだから、お前やばくないみたいになって、でツアーがキャンセルになっちゃうんですね。いろいろその辺がスキャンダラスになってって、スクープになってったら、実は前の奥さんと別れてなかった、あれなんか二重でこいつ結婚してるぞ、そういうのも出てきちゃって、まあジェリー・ルイス評判を落とします。評判を非常に落として人気がなくなってしまうと。そしてですね、59年、曲のね題材としてもよく出てくるやつなんですけど、バディホイ、リッチーバレンズ、ビッグボッパーが乗った飛行機が墜落して、みんな死んでしまうと。バディホイ若干22歳にしてこの世を去ってしまうと。もうそんな不幸な事件がねまあありまして、とどめ59年、チャックベリーがですね、14歳の少女を連れ回してて、こうなんか州の境目をねその若い女の子を連れて越えちゃいけないみたいな、そういうルール、まあ若干人種差別的で、もうそういうののチャックベリーみたいなやつを狙い撃ちだったって言われてんだけど、そういう法律でねもう逮捕されてしまいます。大物がもう一気に消えていく。60年エディ・コクラン自動車事故で亡くなり、さらに同乗してジン・ヴィンセントの重傷を負って後遺症まで残ってしまう。呪われてますよね、有名どころがもう全員こういうね不幸に見舞われるというのがあって、一
気に下火になります。もうロックンロール流行ってたよねみたいな感じで表舞台からちょっと消えます。でですね、そのビジネス的なところで言うとペイオラスキャンダルっていうのがあって、このペイオラスキャンダルってどういうことかって言いますと、まあラジオね、当時の一番宣伝になったメディアはラジオなんだけど、要は宣伝料を払ってちょっとうちの新人のレコードこれかけてください、お願いします、高価のお饅頭も入ってますみたいな感じで、まあ賄賂を渡して曲をかけてもらうっていうのがまあね、当時一般的で、まあ今でも年に似たようなこと起きてると思うんですけども、それがペイオラというやつですね。お金を払って曲をかけてもらうと、ペイオラがいきなりもうあかんってなったんですよ。もうダメだよ、もうやっちゃダメっていうことで、でですね、このアラン・フリードっていう有名な DJ がいるんですけども、ロックンロール名付け親ですね。これがロックンロールなんだっていう名前をつけて流行ったリズム&ブルースをバスに紹介したアラン・フリードっていう DJ、 彼も追放されてしまうと。このアラン・フリードって人がね、もう初めて白人で黒人のレコードをヘビロテしてねかけてたっていう、もうそんぐらいの人なんで、もうそれも追放されてしまうわけですよ。流行ってたロックンロール R&B がラジオから締め出されて、そっからはまた若干先祖返りしてですね、まあポール・アンカとかニール・セダカとかがねこうかかるようになると、まあいいもんなんですけどね、いいもんなんだけど、それで臭みのない音楽って言ったらいいのかな。あとまあ黒人は黒人でも、そのガールグループ、コーラスグループみたいな、シュープリームスとかね、そういうノリのやつですね。それのもっと前のバージョン、そういうのが数年間、ビートルズが出てくるまでね、そういうのの時代に突入します。若干遡りまして、ソウルっていう音楽もねこの頃発展します。ソウルミュージック、今でもねもうよく聞く、ジャンルだと思うんだけど、この当時からあるわけですね。まあ R&B の一派、もうちょっとこの情熱的な感じですげーふわっとしてるけど、ソウルのね起源っていうところで言うと、ここら辺でね、まあレイチャールズ出てきます。レイチャールズ、盲目のね、ピアニスト、レイチャールズの功績っていうところが、彼もロックンロールパイオニアの一人なんですけども、もともとゴスペルというね、まあ教会で歌う聖歌っていうのありました。そこでみんな歌ってた曲とかをなんかもっと俗っぽい歌詞にして、それでシングルで出しちゃおうっていうのをね、まあ、思うわけですね。レイチャールズ、もうなんなら恋愛の歌、ちょっとセックスについても歌っちゃおうみたいなんで What Do I Say って曲を出す。これがですね、ゴスペルをそういう俗っぽく演奏したって曲の一個代表的なやつで、非常に反感を買います。黒人のあの方からも、反感を買います。心身深い方がね多いですから、当時俺らが教会でやってるもん、そういうなんかエッチな歌にしないでよみたいな、もうそういう反発がわってくるわけですね。まあなんならね、あの曲の後半とかにも喘ぎ声とか入ってる。若干ちょっとね、その音楽的にはやってんだけど、いやこれ喘いでるじゃんみたいな内容をゴスペルにねパッケージして出しちゃったレイチャールズで、それが超ヒットするんだけど、まあ物議も醸すって、まあその辺がね、あのソウルのこの発展の非常にざっくりとした流れですね。ゴスペル由来、まあ多いです。あのアリサ・フランクリンとかもね、まあ今後出てきますけども、アリサ・フランクリンももともと教会で歌った人だし、この時代のねアーティストは教会出身の人多いですね。まあいかにね、その黒人教会、当時教会人種で分かれてますから、まあ今も割と分かれちゃったりするんだけど、そのまあいかに当時の黒人教会がね、その音楽的才能をこの輩出してたっていうのはね、まあ一個注目するべきポイントなのかなって思いますね。バカフォークの方も触れようかな。レッドベリーとかそういうね、ブルース、フォークブルースのシンガー、これがアラン・ローマックスに発見されて、レコーディングされて、白人のものに届くようになります。なんならもう、ニューヨークのその、フォークシーンに連れてきて、で、大スターとしての扱いをね、レッドベリー受けるわけですね。で、その時に、こう、ピート・シーガーとか、ウディ・ガスリーとかそういう白人の連中が、レッドベリーのこのフォークを学んで、で、それで自分の創作の曲とかも作ったりしてみたいな、そういうね、なんかこの文化が白人の間にもこうだんだん広がってくると、その辺がボブ・ディランとかが出てくる下地になってくるっていうのを、まあ頭のどっかに入れといてもらえたらと、まあ軽く触ったぐらいですけども、はい。でですね、まあロックンロール元気なくなってきました。もうビートルズ出てくるまでは冬の時代かと思いきや、まあ、
結構いい音楽もね出てきてて、その一つフィル・スペクターというプロデューサーが現れます。フィル・スペクターもう独裁者、もう自分の創作物、もう俺がこう決めたらこうやるんだみたいなね、そういうタイプのプロデューサーで、もうレコードビジネスがねもう巨大になってきたから、プロデューサーっていう人の役割も大きくなるわけですよね。でフィル・スペクターはもう史上初と言っていい個人のそのね、なんか味を出したプロデューサーだと、まあ思ってもらっていいです。要は誰々の曲を聴くっていうのも大事なんだけど、お、でもフィル・スペクタープロデュースしたアルバム私も出てんじゃん、まあ当時は曲が多いですね、フィル・スペクターがプロデュースした曲出てんじゃん、聴こうよ、なんかこの歌手知らないけど聴こうみたいな、そういうプロデューサーのブランド力みたいなね、まあ初めて持つ人、この人がね、まあどうすごかったかというとですね、ウォール・オブ・サウンドという音楽のまあレコーディング技術をね取り入れるわけです。まあ、発明すると言っていい。まあ特徴で言うとね、まあガールポップとか黒人の女の子4人ぐらいをバンド組ませて、でヒット作家、もう楽曲、あのヒット曲ばっか書いてる人、キャロル・キングとかそういうね売れてる作曲家の曲を当てて、でそっからもうフィル・スペクターの思い通りの音像を作るみたいな感じでね、もうヒット曲を量産するこの女の子ボーカル4人ぐらいいて、で超分厚いバンド、もうピアノ3人4人、ベース2人、ギター4人とか6人とかで、コーラス10人みたいな超巨大なバンドで、もう一発撮り、一つのでっかい一発撮りして、でエコーをかけまくる。だからウォールオブサウンドってもう壁のような音って意味ですね。その音がもう当時衝撃的だった。今でもフォロワーがめちゃくちゃいる音作りです。それでもうこの新しいねサウンドを作ったフィル・スペクターはもうどんなアーティストをプロデュースしてもヒットを連発するわけですよ。でまあ、フィル・スペクターのこのじゃあウォール・オブ・サウンド何がそもそもすごかったのっていうので言いますと、これがまたあの、いっちゃん最初の話に戻るんだけど、音楽の三原則ね、メロディ、ハーモニー、リズム3つあって、で、音色が20世紀加わってくるよっていう、まあこれは僕の説っていうのが若干入ってるとこでもあるんだけど、そこでね、この音色のところ、まあ要はですよ、あのレコーディングの方法によって音の聞こえ方が変わるから、なんか気持ちいい音をより追求するみたいなののね、まあ、言ったら走りみたいなもんですね。俺のミックステープ超良くないみたいな、このトラックメーカー、ビートメーカー、DJ とかが言うようなのと一緒ですよね。そういうベクトルの話、この人が撮るとかっこいい音になるっていうのの第1号ぐらいのノリですね。うん、フィル・スペクターにやらせたら新しい音楽を作るぞあいつはみたいな、まあ、それぐらい画期的だったと。そういうところでこのプロデューサーのね、影響力っていうのもでかくなります。そしてまあそれまでは過去との音楽の差で言うと、その個人の声、個人のその魅力ってところでテープで記録できるから、そこを聞くっていうのが加わりましたけど、今度さらにそれをどういう風に撮るか、どういう風に処理するか、どういうエコーをかけて、どういうアンプ使って、どういうスタジオで、どういうプロデューサーでみたいな話にだんだんなってくるわけですよ。そういうフィル・スペクターのねこの功績っていうかね、この一個ね音楽の新しいフロンティアラインを作ったっていう人間です。ただまあフィル・スペクターとかそういう才能ある人はまあいたけど、やっぱりねロック元気なかったんですよね。まあフィル・スペクターの音楽もかなりポップなんで、まあロックンロールと言っていい内容なんだけど、まあめちゃくちゃポップで、うん、他当時ね出てきてたのまあポール・アンカ、ニール・セダカとかちょっとポップ、もうあまあポール・アンカ聞くんだったらいいよって多分当時のね親御さんも言ったと思うんですけど、まあそういうノリの音楽が、大物アーティストがこう軒並みバーってね捕まったり死んでしまったりしてから、徴兵されたりしてしまってからこう出てきてて、やっぱり若者はこのくすぶってるわけですよ。そんな中にイギリスからねビートルズが襲来してくると、まあ、そういう感じの流れ、こういうのってなんかいろいろね歴史が繰り返されるというか似てると俺は思うんだけど、例えばじゃあ80年代メタル流行っててなんかちょっと商業的でダセーなみたいな若者が思ってた時にニルバーナがグランジを引っ下げて出てくるみたいな、そういうノリですよビートルズって。実はポップな音楽バーって出てる中でビートルズザーン出てきて、ジョン・レノン超ロックじゃんあいつみたいな、そういう流れ。次回ビートルズからヒッピームーブメントが終わるぐらいまでをね紹介したいと思います。それでは